RE 経営の島田です。総統分析とコンサルタント事務所経営、今回のテーマは事業承継と総統分析を同時進行ということですね。まあ、事業承継というとですね、まあ、主に会計事務所がですね、相続とか事業承継を絡めてですね、一般的に受け止まっていますね。まあ、いわゆるお金に絡むような話ですね。で、その相続税やそれに関連する事業承継、これだけでですね、まあ、終わらせる会計事務所がほとんどなんですね。で、事業承継という聞くとですね、まあ、我々はよく思うんですけども、その事業承継にはそういう財産承継、ね、株の承継であるとか、保証の保証であるとか、まあ、その土地、ね、企業資産ですね、こういう承継だけじゃなくて組織承継とか戦略承継、いわゆる経営承継というのが非常に大事なんですよね。で、その今の社長もまた後継者の方もですね、継がせた後、また継いだ後どうすべきかというのが一応悩みとしては一番大きいわけですね。で、この悩みにやっぱり会計事務所はその本格的に関与者ではないと、財産承継以外にも関与してほしいということなんですね。で、まあ、こういうその事業承継期にですね、大事なことというのはやっぱりその承継後にですね、勝てる戦略があるかどうかということですね。この承継をしたんだけども息子の代、もしくは後継者の代になって会社がおかしくなってしまったというのではこれは元も子もないし、もうその経営者もね、渡す側の経営者ももうそれではもう恐ろしくて渡せませんよね。そしてどん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 経営者の年齢が上がっていくわけですね。まあ、この私たちはですね、私たちはその経営コンサルタントとしてね、会計事務所のコンサルタントをたくさんやってるんです。で、会計事務所の職員とかに必ず申し上げているのは、事業承継のタイミングや準備に入った経営者に対してはね、後継者を交えてスウォット分析で中長期の計画を、中期ビジョンを作りなさいと、そういう指導をしなさいということを推奨しております。で、結局そのスウォット分析をやることによってね、後継者が経営権を握った後の、まあ、イメージができるわけですね。そうすると現社長と後継者がですね、その同じベクトルで経営戦略の反まあ、ベクトルを統一できるわけです。だからその統一できる教育にもなります。また後継者がですね、自分が考える自分の代でこういう戦略をやりたい、こんなことをやりたいということをまず見出してほしい、まずね。で、と同時にこの5番目に書いてますけども、後継者がこういうことをやりたいということを当然現社長知ったわけだから、相当分析を通じて知ったわけだから、それを支援してもらう。知らない戦略を、聞いたこともない戦略をいきなり言われたらば親子喧嘩が始まりますよね。ところが親子揃って、また現社長と後継者揃って一緒に議論したんだから、これは現社長といえどもその協力できる、しやすいわけですね。で、まあ、現社長の、ね、時代に収益を生んでくれた戦略にもよってですね、今があるけど、だん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 例えば自利品になっている、下がっていってると。ということは後継者の時代には後継者にふさわしい新たな戦略絶対必要なんですね。より戦略をと見直すのは絶対必要なわけですね。で、まあ、その戦略をもう一遍議論するのにこのスウォット分析というのは当然有効なわけです。まあ、何度もね、このスウォット分析については私は申し上げてますけれども、機械、ね、可能外部環境である機械と脅威、内部要因である強みと弱みをバランスを掛け合わせて、ね、積極的にやる戦略とかリストラする戦略とかいうことを決めていく、バランスがいい、メソッドなんですね。で、このスウォット分析で生まれた戦略をこの事業承継計画に入れ込むわけです。例えばある戦略をすればある費用がかかるでしょう。ある戦略を導入すればある投資もかかるでしょう。そうするとその一般的なですね、そういう戦略を入れる前の財産承継計画、事業承継計画とこういう戦略の議論をして戦略にかかる費用とか組織とかそういう要素、ファクターを入れ込んだものはもう中身大きく変わっていくんですね。もしかしたらですね、もう借り入れ返済をどんどんどん下げていきましょうという、まあ、財産承継計画だったものが、こういう戦略を、ある戦略をやることによって投資が必要だ。そうすると新たな借り入れ金、まあ、減ってはいる、既存借り入れ金は減っていくけど、また新たに借り入れ金を増やすということってあり得るわけですね。その結果もしかしたらですよ、経営者の退職金も変わるかもしれません。
例えば社長、退職金を1億円用意しとるんだけど、ちょっとこういうことをやるときにどうしてもね、3000万ぐらい足りんから、社長の退職金3000万円は会長になったときにまた分割もいいかとかね、こんな話になるかもしれません。場合によっては社長ね、引退する時期をね、あと3年延ばしてくれっていう話がなるかもしれません。これは戦略に基づいて変わってくるわけです。やっぱりこの財産承継っていうのはね、非常に見やすいんだけども、こういう戦略承継、経営承継っていうのは非常にですね、見にくいんだけど、一番大事なもんじゃないかなと思うわけですね。ぜひともそれをその会計事務所はやってほしいし、まあ、もしコンサルタントとかね、それに関してだったらそれに首を突っ込んでもらいたいわけです。まあ、一般的なですね、事業承継計画というのは、まあ、いわゆる大体こうフォーマットがありましてね、現社長後継者の年齢をずっと書いていって、あと役職とか売上とか、まあ、書いていってですね、そして、借入金の返済であるとか、社長退職金であるとか、まあ、そんなことがずっとこう横に書いてあるんですね。そして、まあ、定款とか株式の移動をどうするかとか、持ち株をどうしていくかとか、相続資金準備はどうしていくかとか、まあ、いったことが一般的に書いてある。いわゆる財務を中心とした、いわゆる財産承継を中心としたものが一般的な事業承継計画ですね。ところがですね、まあ、今私が申し上げている戦略承継というのをですね、ちょっとこう言葉だけど、私たちはまあ、カレンダーという書き方してるからちっとこう軽く聞こえますけど、長期の前兆カレンダー、長期事業承継計画と言ってるんですね。まあ、前兆っていうのは何かって言ったらば、位の高い人が後継者や権限を移譲することですね。まあ、昔の皇帝とかですね、そういうその方が言うんですけども、まあ、中小企業のバトンタッチもですね、その前兆に値するという、まあ、意味を込めましてね、こんな言葉を使ってます。で、長期前兆カレンダー、いわゆる長期事業承継計画とはですね、一般的な事業承継計画に固有の戦略を明記したり、それに伴う投資を変えたり、それに伴って財務が大きく変わりますね。そういったことも、ね、含んだものを指します。で、プラス後継者の、まあ、世代の、ね、内閣、いわゆる誰を役員にしていくのか、どういう組織を作っていくのか、どういう顧客の、まあ、強化を図、顧客のね、強化を図っていくのか、どういう事業領域、まあ、ドメインって言いますけども、事業領域を売上比重を上げていくのかと、まあ、こんなことを書くもので、掲載されています。ちょっとね、記載事項、まあ、ざっと書いてますけども、この長期事業計画、長期承継計画ですね、カレンダーに書かせるものは、まあ、年度別の新戦略実施時期とか準備対策、例えばある戦略をやるならば、この年度にはこういう、まあ、準備をして、この年度にはこういう対策で、ここから本格的にこうするとかね、まあ、そういうプロセスがありますね。それからそれに伴う設備投資資金、またその資金は借入金で行うものなのか、それから今だったら、まあ、クラウドファンディングみたいなものでね、やるのか、増資という形でやるのか、まあ、こんなことを計画に言います。それから当然経費も上がるでしょう。で、また場合によってはある経費が下がるかもしれません。そういう年度の変化、あと、まあ、株式の次元化、これは財産承継でもよく出ますよね。分散株をやっぱ集約しないとなかなか承継難しいですから。あと後継者の時代のさっきの内閣組織、まあ、それから代表者勘定ですね。これは、まあ、今の社長がいろいろと、まあ、長く経営するのにあたってですね、早く処理していかないかん代表者勘定ってありますよね。それをどうやってこの5年から10年の間やるのかという計画ね。またあと経営者が退職金が欲しい、保険金じゃ賄える金額以上に欲しいとした場合は、それの、まあ、積み立て計画、まあ、なんかが入ってきます。で、まあ、ちょっとね、見にくいのかもしれませんけども、これ一つの例なんです。簡易版、実はここまで書いておって簡易版なんですけども、長期計画、いわゆる前兆カレンダーなんですけども、10年間ですね、まあ、例えば一番上に役員の年齢、もしですね、見にくい方があればですね、これ私どもの、ホームページの方にもこれ記載してます。事業承継コンサルティングという箇所でね、そちらの方をご覧になって、見ればいいんですけども、役員の年齢、 年齢がどう上がりますか、それから、まあ、役職、まあ、要するにいつ社長になり、いつ会長になりってやってですね、まあ、業績から見えません、まあ、だから適当に書きます、数字をね、まあ、だって同じ金額書いてます。それから基本方針、これは、まあ、社長と現社長と後継者が話し合って、いわゆる基本方針、
理念から入ってくる基本方針を確認した文言です。例えばうちはこういう分野はね強化してるけど、間違ってもこういうところには手を出すなよというようなことをここで示し合わせしてるんですね。これお互い話し合って、まあ、印鑑ついたわけですね。当然その間に入って仲介人としての承認が我々、もしくはコンサルタントだったり会計事務所だったりするわけですね。で、基本政策、例えばある部門別にこういう基本、部門別にこんな基本政策ね、ある事業分野ごとに基本政策、そしてドメインがどうなっていくか、もうここでは、まあ、いわゆる分社ということがメインでしたので、分社はどう考えていくのか、そしてこの緑のところが、経営幹部の人事ですね。誰が、ね、自分が社長になった時に誰が役員になっていくのか、兄弟はどうなるのか、兄弟の、ね、はどうしていくのかとかね、奥さんはどうしていくのかとかね、言ったことを書いて、で最後に資本政策、まあ、資金政策どうやっていくのか、株の対策どうしていくのか、それから、まあ、あと金融機関との関係性どうしていくのかという、まあ、こんなことを年度別に書いたのを、これを一般的には承継カレンダー。でも、こっから下はあんまり一般の会計事務所作りません。だけど、これが大事だということを言ってるんですね。で、この戦略部門に SWOT 分析で考えたものがあるんじゃないですかということです。ですね。で、これがまあ一般的なんです。で、これをさらにですね、これ普通版って書いてますけども、もうほとんど見えないでしょうけどね、今のそういう役員人事とか方針にプラスね、この事業を強化していく、この戦略をやるためにはいくらの資金がいるのか、あと例えば、中退去みたいな退職制度に入ってはいるけども、もっと出したいよねっていう人に出すための現金はどっから持ってくるのか、そのためにはどんな収益がいるのかということで、だから収益計画はですね、対前年比5%アップなんかじゃないんですよ。ある事業をやるときには、例えばその時に赤字になる可能性もあるんです。それを分かった上で金融機関から金借りなきゃいかん。まあ、細かく書いてるのがこの事業承継10カ年計画、いわゆる長期全状カレンダーというやつですね。まあ、これはですね、正直ね、手間がかかります。1日2日でできるもんじゃありません。何回も何回も見ます。しかし作ったらこれをベースに経営者とですね、まあ、話しながら、やっぱりどうせこうやって作ってもですね、ブレますもんね、経営者と後継者の関係性が。ブレる時に決めたでしょ、こうやってこれを決めた上でやってるんだから、全く無視しちゃいけませんよということで、やっぱり振り返るチャンスにはなっていくんですね。まあ、そこで、後継者にですね、後継者の自分の世代の戦略投資を決めてもらうために、SWOT 分析でやるんですね。先ほど申しましたが、長期全状カレンダーを作りました。この前に戦略投資は親子、もしくはまたは幹部を交えたね、SWOT 分析研修であらかたの方向性を決めてほしい。そしてその SWOT 分析研修では、後継者の今後の思い、これを具体化させたい。それに使える経営資源、これをちゃんと、まあ、いわゆる強みですね、これを整理します。そしてその戦略投資には、ニッチ市場、ニッチカテゴリーで、ある特定分野、ある特定地域におけるナンバーワン戦略をどう取るのかということを検討するし、場合によっては、まあ、その脅威と弱みですね、掛け合わせて致命傷回避、撤退縮小戦略となります。そうすると、ある程度低固定費にして部分リストラをして、ね、退職したらば補充しないとかして、ちょっと規模を縮小した、売上下がるけども利益を作るような経営をするというのが、このさっきの全状カレンダーにあるかもしれません。まあ、こういうその全状カレンダー、相当分析後にですね、こういう全状のカレンダーを作ることによって、やっぱり我が社はどうならないと10年後はないぞと、5年後はないぞということの危機感と、それに対する戦略意識を後継者の方に持ってもらう、社長にも持ってもらうというためにですね、この SWOT 分析というのをね、事業承継と絡めて一緒にやってほしいということなんですね。すぐにですね、やれるもんじゃないかもしれません。しかし、SWOT 分析を使えばこういうことが可能になっていくんで、ぜひともね、使っていただきたいなというふうに思っています。今回は以上です。